こんにちは、平井博明です。今回はですね、パターの練習方法と練習量について解説していきたいと思います。あれ、ワンナップ算数見ていただきましたかね。練習量を解説してるんですけども、そちら一旦見ていただいて、このパターの練習方法を見ていただきたいと思うんですけども、パターってやっぱりショットと同じ数なんですよ。ショット36、パター36の72でパワープレイが出来上がりますので、できればショットと同じ量パターをもう練習していただきたいんですが、なかなか家とかでも難しいですよね。カーペットにペットボトル置いたりとかもできますけども、こういう天然芝のフィーリングが出なかったりとかってなってくると思うんですけども、でもその中でもコース来た時に練習する方なんかに参考になる動画を撮っていきたいと思います。平井博明のワンナップゴルフ。練習方法なんですけど、1.5 メーターの上りのまっすぐを基本の練習の距離として考えていただきたいんです。プロなんかでも 1.5 メーター以上になってくると、セーブ率って結構ガクッと下がるんですよ、数字上でも。なのでその 1.5 メーターのこれぐらいですよね、これぐらい、これぐらいの上りのまっすぐをひたすら練習するっていうのは結構いい練習になってくると思います。その中でも個人差によってちょっと物足りないなと思ったら2メーターとかにしていただいてもいいと思います。自分が例えば 1.5 メーターと2メーターとどれだけ確率が下がるかなんですよ。ここから打ってこうやって打つのと、ここから打ってこうやって打つので、どんだけ確率が下がるかっていうのを知るのも結構大事ですね。そうすると例えばそれが2メーターだとします。2メーターが全然いけるよっていう距離だったら、今度アプローチが2メーターのサークルによればなんとなく確率が上がるなっていう風に、アプローチが今度気持ち的にすごく楽になってきたりします。なのでどん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 それをドライバーまでつなげていくと、ティーショットからカップインまで気持ちが楽にラウンドができるっていう風になってきますので、そういう考え方を持つだけでも全然プレーが変わってくると思います。先ほど言いましたが、練習方法なんですが、1メーター50から2メーターぐらいの上りのまっすぐを打っていただいた方がいいんです。それなんでまっすぐかっていうと、まっすぐが一番入る確率が少ないんですよ。曲がるラインの方が入る確率が高いんですね。それはくるくるパッドありますよね。くるくるパッド以外で普通にカップインするってなったら、まっすぐって180度しか入んないんですよ。でも曲がるラインって270度入るんですよ。なので単純計算、曲がるラインの方が入る確率は高いです。なのでラインが読めた前提ですと、まっすぐのラインよりも曲がる、切れるラインの方が入る確率が上がりますので、その一番難しいまっすぐの上りの1メーター50から2メーターを練習しておくと、まっすぐだと構えたところに打ててるかどうかも分かりやすいので、いい練習になってくると思うので、それをやっていただいた方がいいですかね。あとは練習量を先ほど言いましたけども、ショットと同じ量打っていただいた方がいいんですよね。本当にショット2時間打ち放題とかやるんだったら、パターもお家でいいので2時間打ち放題やっていただきたいんです、カーペットの上で。例えばマンションとかアパート、集合住宅に住まれてる方だと、ボールの転がる音だったりっていうのが下の階の方に響いちゃったりするとちょっと申し訳ないので、あまり音が鳴らない。あとはパターマットなんかも最後登ってコンと落ちる音あるじゃないですか。ああいう音も意外と下に響いたりするんで、ちょっとなんか下に消音マットか厚いカーペット引いていただいて、なんか工夫していただけたらと思います。あとはですね、ペットボトルを置いたっていいんですよ。なんか目印なるものを置いていただいて、そこに当てる。できれば今 OK なんですけど、これ真ん中、これちょっと邪魔ですね、ごめんなさい。真ん中にこうやって切った時にこっちから打ってきますよね、の時にこの前面の真ん中に当たったら、必ずちょっとでも前にボールって戻るじゃないですか。そういうパッティングをすることが大事で、この辺に当たったら後ろにボール行っちゃうんですよ。なのでペットボトルでもそうなんですけど、ここでこれ前に跳ね返ってきてるんで入ってるんですけど、例えばこれが当たってもこうやって後ろに行っちゃった場合って、カップだと蹴られるんですよ。なのでボールの跳ね返ってくる方向のチェックもすごい大事なんです。カップ
ップでしたらちゃんと中に入るか蹴られるか分かるんですけども、こういうカップの空いてないコースとか結構あったりするんで、そういう場合のチェックの仕方なんかはボールの跳ね返ってくる方向、あー、まっすぐ返ってきましたね。これはもうど真ん中からドンズバです。真ん中から入ってます。なのでこういうボールの跳ね返り方チェックでもいい練習方法っていうか転がりがいいとかって分かります。カップに対して真ん中に向かってってるのかっていうのが分かりやすいので、そういうチェックの仕方なんかも普段の練習から意識してやってみることが大切ですね。あとはその例えばこれフックラインだとしたら正面玄関はどこですかってことになるんです。例えばぐーってこっちから来たら対面はこうやってきて、ここから入るってことはここにこの面を向けるんで、必ずこういう正面玄関はここですよというところを見つけてあげて、ここに向かって入り口に正面から入ってこれるようなイメージをパター打つときにボールの転がりにそれを伝えてあげる。これまっすぐなんでダメですけど、今みたいにちょっとこう右からこうやって入れてあげる、スライスだったら逆ですよね。正面玄関はこっちになるんで、こうやって構えて打ってあげたらちゃんとこうやってこっちからこうやって正面から入れてあげるイメージのタッチで打ってあげた方がいいと思います。もう一個練習方法なんですが、その日のグリーンってもちろんコースによって速さが変わりますよね。遅いグリーンだったり速いグリーンってあると思うんですけども、そのタッチの出し方だったり切れ具合を知る、ラインを掴んでちゃんとこれぐらいの切れ具合だなっていうのを朝スタート前にパッティング練習でやると思うんですけども、それのうまい出し方っていうのが、カップ空いてなくてもいいです、ティー刺してもいいので、必ずこのターゲットに対して寸止めで打つんですよ。これぐらい、そう、これぐらいでちょうどジャストタッチぐらいで打つとラインを勝手に自分で作るようになってくるんです。そうするとちゃんとこういうぐらいの傾斜だとこれぐらいの膨らまし方でぴったりだなとかっていう風な答えが自分でできてくるので、そういう練習なんか普段からやってあげた方がいいです。これを例えば普通に入れようとするとこうやって打ち抜くんですね。でパンって打って、例えば今のでカップがない方向に打つと、こうやって打つとこれぐらいオーバーするんですよ。これ7、80センチオーバーしてるんで、返しもすごい嫌なパットが残るんですよ。そういう嫌な残りのパットもなくすためっていう練習もあるんで、必ず練習ではターゲットに対してジャストタッチでこういう風に打ってあげる。こういう練習がすごい大事です。特にこれは切れるラインなんかでやるとすごくいい練習になりますので、距離別に5メーターとかいらないんです。1メーターとか2メーターからやるだけでもいいので、こういう練習をしていただけるとすごくいいパッティングの練習になると思います。今回はですね、パターの練習方法と練習量について解説させていただきました。最後までご視聴ありがとうございます。